ばんは、あいかです。今日はですね、3月5日発売の新しいトムフォードのマットファンデーションをレビューしていきたいと思います。今期はね、いろんなブランドのベースアイテムを比較検証してきたんですが、我らがトム様からも新作ファンデーション発売になりました。もちろん今回もメイク持ちまでしっかり検証していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までチェックしていってください。はい、今回出たファンデーション、トムフォードトレースレスソフトマットファンデーション30mm 全4色で税込11,550円。シャネルのサブリマージュのリキッドファンデも結構いいお値段してたんですが、まあトム様なのでファンデーションもね、1万円超えです。で、使う前に簡単にスペック紹介しておくと、シルクのように滑らかなテクスチャーで溶け込むように肌に馴染んでくれて、そしてね、超微粒子パウダーのソフトフォーカス効果で気になる肌悩みをしっかりカバーしてくれるのに、素肌のようにナチュラルな仕上がりを叶えてくれるということで、まあ、マットでもソフトってついてるだけあって、そこまでがっつりマットではなく、なおかつカバー力もね、しっかりあるタイプのリキッドファンデーションになっています。で、カラーはトムフォードのベースで私がいつも使っている2.0 番のバフというカラーを選びました。トムフォードといえばやっぱりツヤのイメージが強いので、トムフォードが提案してくるマットっていうのがね、どういった仕上がりなのかすごく気になりますよね。それでは前置き長くなったんですが、早速こちら使っていきましょう。トムフォードの新リキッドファンデーションを使ったメイクスタート。はい、それでは下地から使っていきます。今回下地もね、新調してみました。今回購入したのがイルミネーティングプライマーです。ファンデーションと一緒でこのキャップのところをカチッとね、ねじるとポンプになるタイプのボトルです。今まで使っていたプライマーは少しピンク色がついていたんですけど、今回購入したものはもうちょっと白っぽいカラーです。これ多分カウンターで試させてもらったことは昔あった気がするんですけど、まあかなりツヤ系の下地ですね。で、このトム様のプライマーは香りがね、ハーブっぽいんですよ。スキンケアみたいな香りで、お肌にも優しいというか、ちょっとお疲れ肌な時とか、お肌の調子がね、本調子じゃない時とかでも使いやすいです。すごいツヤ感めっちゃ出てますね。トムフォードのベースって基本的にツヤ系のものなので、下地もツヤツヤなんですよね。なのでここにマットなファンデーションを合わせるとどうなるか、ちょっと私も楽しみなんですけど、はい、プライマーだけで仕上げるとこんな感じ。すごいね、なんかめちゃくちゃスキンケアしっかりした人の肌みたいな感じに見えます。はい、それでは今日の主役マットファンデーションを使っていきます。ではいざ。このファンデーション自体はね、買ってから何回も使ってるんですけど、このプライマーと合わせるのは今回初なんですよね。今顔のね、中心からファンデーションをのせていってるんですけど、そんなにゴリゴリのマットではないんですよね。こう角度変えるとスルンとした感じ、ここあたりにもあるんですが、こう正面からね、鏡見るとちゃんとファンデーションのマット感出ています。はい、下地とファンデーションの仕上がりはこんな感じです。じゃあ次コンシーラーのせていきます。じゃあベースをトランスルーセントフィニッシングパウダーでセットしていきます。今までハイライトとかブロンザーとかツヤ系のパウダーしか持ってなかったので、これも今回ねベースマットだしと思って新調したんですが、これ重ねてあげると完全マット肌になりますね。お粉まで仕上げるとこんな仕上がりです。じゃあアイメイク軽く紹介しておきます。まず先日発売になったばかりのアイシャドウベース塗っていきます。おー、つけすぎた。この量だったら両目十分いけるので、左右に分けながら伸ばしていきます。このプライマーやっぱいいよね、薄くまぶたに密着してくれるんですよね。今日はデザートフォックス使っていきます。まず左上のカラーをアイホールに、そして下まぶた際にも、そしたらこちらのカラーを目頭側、今日は目頭の方を濃く仕上げていきます。そしたら次目尻側にゴールド使います。これは薄く、そして下まぶたで、このカラーを眉に入れておきます。ハイライトを鼻筋と額、目の下、安定のヌビル。今日のメイクの仕上がりはこんな感じです。じゃあこれでね、一日メイク持ちチェックしていきたいと思います。あいかチャンネル。はい、それではね、一日経過したのでメイク持ちチェックしていきましょう。っていうかもう見るからにテカってるんだけど大丈夫かな、これはどうだろう。全体お見せしておきます。こんな感じ、ハイライト入れてる箇所以外も結構
テカってますよね。いつもの鼻の横だけじゃなくってこの辺りとか、あとこの辺りですね、ハイライトってここに入れてるので、ここって特に何も入れてないんですけど、ここだったりとか、まあフェイスラインはテカってないかなと思うんですけど、とにかく顔の中心のテカリがすごいです。ああもうペタペタしてる。じゃあティッシュでね軽く押さえていきます。せーの、もっとでもベタってくっつくかと思ったら意外とすぐ剥がれましたね。鼻周りはこんな感じですね。皮脂とファンデーション取れてます。で、あと普段あんまり取れないけど眉間、この辺り、こことかここですね、ここが、ついてますね。ちょっとこうやった時にくっつく感じがあるので、いつもよりペタペタしている範囲は広い気がします。しっかりめに一旦ティッシュオフして、これで全体もう一度お見せしておきます。で、ティッシュで押さえると皮脂は結構取れましたね。めちゃくちゃテカってたからすごくメイクが崩れたかっていうとそうでもない。まあいつものこの鼻の下のとこがねファンデーション剥がれて赤みが出てきてるのと、まあ、トムフォードのハイライトがもともとすごいので、このハイライト入れてるとこはね皮脂と馴染んで余計にツヤツヤしてるのでちょっとテカテカぐらいにはなってるんですが、頬とかもティッシュオフする前はペタペタしてて触れない感じだったんですが、ティッシュオフしてあげるとまあまあ触れますね。ペタつきなくなって、まあ、ちょっと表面がサラッとした感じで、乾燥は特に感じないです。だからマットなファンデーションで乾燥しちゃう人にはいいかもしれないけど、まあ、時間経つとさっきお見せしたようにもうマット感はなくて全体にツヤーというかテカーっとした感じにはなっちゃうと思います。まあこまめに皮脂を抑えてあげればマット感残せるかなっていう気はするんですけど、これから気温とか上がってきた時にどうなるかですよね。まあ、今の季節であれば抑えてあげればかろうじてねこうメイク直しするほどではないかなという感じ。浮くけどがっつりよれちゃったりとかハゲちゃったりはしていないですね。マスクなしで1日過ごした場合のメイク持ちはこんな感じでした。はい、トムフォードのファンデーション検証2日目ということで、今回はねマスクをした時のメイク持ちチェックしていきます。今日はねこの前出たアイカラークオーズのローズの方使っています。じゃあ早速外していきましょう。花粉で顔がかゆい。まずちょっと顔面見せておきましょう。正直ね前回がかなりテカってたのでもっとテカッとしてよれてるかなと思ったんですけど、そこまででもないかな。マスクなしの時と同じですね。鼻の横だけじゃなくてこの頬にかかるあたり、このあたりまでテカテカしています。鼻の先のとこはねちょっと私がワイヤーとか押したので特にあざ部分ねファンデーション剥がれているのが目立っています。じゃあマスクの内側見せていきましょう。こんな感じです。今日はねちょっともうシェーディングややこしくなるのでしていません。ここにノーズシャドウついてるんですが、あとのファンデーションはこのプリーツのところについているのがわかるかなと思います。広げるとほらこの頬の高い位置ですね、まあ当たりやすいのでこういったところはつくよっていう感じですね。マスクなしで検証してみてそこから想像していたよりは割と綺麗な状態な気がします。で、表面はね相変わらずペタペタしてます。まあ、マスクのねこれ紐の跡これは残ってるんですけど、ファンデーションが剥がれて跡が入っているわけではないですね。グッて押さえられてたから跡になってるだけで、目の下のとこ乾燥したりとかそういうのでシワになったりとかよれたりっていうのは見られないですね。押さえますね。でもくっつくわ。マスクなしの日より油分もたっぷりめに取れてますね。でも押さえた後こんな感じなので、テカってた部分メインにパウダーファンデを重ねてあげたらお直しはねできるかなと思います。まあマスクしてないとこもちょっと一旦抑えますけど、こうやってやっぱり抑えると若干マット感は復活するんですよね。ただ途中で全然皮脂とか抑えずに過ごすとこのマットな質感っていうのは結構損なわれやすい、ツヤが出てきやすいタイプのファンデーションだと思います。でも乾燥とは無縁な感じ、かなりしっとりしてくれるので、まあ夏場の持ちとかはちょっと心配なんですけど、とにかく保湿重視にしたい方、そういった方にはいいかなと思います。というわけで今回は3月5日発売のトムフォードの新しいファンデーションを実際に使って持ち具合まで検証してみました。気になっていた方はねぜひ参考にしてみてください。今回の動画楽しんでいただけた方は高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。